このスバ。リン、お誕生日おめでとう。二人ともありがとね。わざわざお祝いの席を用意してくれるなんてさ。特にダースト、この前まで金欠で生活できないとか言ってたのによく余裕あったわね。おいおい、仲間の誕生日なんだぜ。なんとかするのが解消ってもんだろう。ふーん、そうだったの。私はてっきり人のお祝いにかこつけてタダでご飯食べに来たのかと思ってたけど。ぎく、な、何言ってんだよ。なわけねえだろ。ほら、この秋野菜の炒め物食ってみろよ。うまいから。はいはい、食べるわよ。というか、食事中に大声出さないで。行儀悪いわよ。ああ、ユンユンも遠慮せず食べてね。みんなで食べた方が美味しいもの。ありがとう。でも、まだ胸がいっぱいで。こんな風に誰かの誕生日会を開くなんて、まるで夢みたい。ああ、大げさね。そういや、飲み物もうないよな。俺が注文してきてやるよ。何がいい？待った。やけに気前がいいわね。そういえば、今日のお勘定って誰が払うのかしら。それは…もちろん全部私持ちよ。リーンさんは払わなくていいから。全部？ダストは？こいつが誕生日会を開こうって言ったのよね。お金を出した方がお祝いの気持ちが伝わるからって。ダストさんも出したいけど私に譲ってくれるって言うから。はあ、やっぱりユンユン一人に無理させるのは気が引けるし、今日のお祝いは割り勘にしましょう。え、でもそれじゃあお祝いに。いいのよ、今日来てくれたそれだけで十分だから。リンさん悪いな、リン、ユンユン。ってことで今日は遠慮なく。あんたも払うのよ、バカダスト。ふん、いただだ、耳はやめろ、取れちまう。このスバ。泳ぎでも、もちろん私が一番です。これからもメルのいたずらに期待している。素晴らしい刺激だ。さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスバッ。